吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。今日は七草がゆを食べます。1月の7日平成27年2015年のこの正月の 7日目ですが、過去より以前、このくらいよりもずっと七草がゆを食べる習慣があります。七草がゆと言いますと名前が出てきませんが、とにかく美味しくいただきたいと思います。今お茶碗に寄っていまして、味噌汁と一緒です。こちらには漬物やこの和え物などが並んでいますが、今日の朝食とします。その後はデザートもありまして、この朝の時間からこうしたいろんな食べ物を美味しくいただこうと思っております。この実際に作りましたのはこちらの土鍋でして、土鍋で美味しく七草がゆを作ったものですが、この後今日この時間美味しくいただいて新年のスタートとしたいと思います。頑張って朝から活動しております。終わります。吉田勉でした。